ぱり女子ゴルフ見て妄想してるんですよ。例えばね、原恵梨香ちゃんね、はい、一緒に CM したんですけどね、スタイル良くて綺麗な、すごいいい子なんですよ、はい、今腰が悪いらしいんですよ。だから僕の妄想では僕がその腰を直してあげるっていうでこうやってクッとクッ、あちょっとあれだねっつって、明日もう一回来てっつって、でこうでクッ、もう大丈夫だよ、もうどんな乱暴なスイングしても大丈夫だからねっつって、パーンって優勝して、で俺がこうやってハハハハ。今西郷真央ちゃんが首痛めて出てないんですよ。西郷真央ちゃんの首も直してあげたいね。そんな、そう、え、直したらまた優勝したさ、ボールくれるよ、18ホール。ありがとうございます先生、もらっとくよって。そんなこと考えてるとやっぱ若いよね。脳の血流が良くなるんですよ、楽しいことを考えると。だから妄想っていうか、まあ想像はいいですよ、どんどんやるべき。あとはまあ孫と遊んでるから、もうレベルが6歳2歳のところで遊んでるから、だから若いんですよね。だから今のギャルがおじさんたち分かんないでしょって言ってるけど、僕はシルベニアファミリーのこと分かるから今のギャルよりも。ファッションはね、僕は機能美、とにかく機能、機能で、この間ほら電車の中でさ、刃物持って暴れたやつがいたじゃない、早速さナイフで切れないパーカー買いましたよ。めっちゃ重くて切れないの。それからあとね、海外行くとリュックをナイフで切って、カミソリで切って取っちゃうらしい。買いましたもん、カミソリとナイフで切れないバッグ。でもあんまり使い勝手良くないんで使ってないけど欲しくて買っちゃったらしい。それから僕は時計でね、防水 100m、200m ってあるじゃないですか、はい、それがディープシーって言って 3900m 防水の時計が出たんですよ。で僕それ買っちゃったんですよ。したらみんなに3900なんかいけないじゃん。いやいやいや、そうじゃなくて、そこまで開発したんだというフラッグシップなんだと、技術の。だから F1 と同じだよと、発売してないけども、そういう技術を持った市販車作ってますよってこと。僕タイタニックに乗ってたとしますよね、タイタニックに乗ってました、で時計落としちゃいました、それを。あれ 3800m なんですよ、タイタニック落ちてるところ。だから僕の時計引き上げてくれれば使えるんです。そういうロマンがあるんです。それをね、みんなバカにするわけ、何それっつって。この間それ調べてたらね、6000が出てました。